こんばんは。こんばんは、こんばんは、皆さん。なにこれは。すごっ、やばっ。これあれですか、七夕のタワー。しかもタワー2個分じゃないこれ。にゃー、ダブルダブル、ありがとう、イエーイ。すごい、びっくりした。今めっちゃバーンってなったよね、今画面。ありがとうございます。かわいい、なんかめっちゃ可愛いタワーだねこれ。七夕の織姫と彦星のが一緒になってる、出会ったやつですね、タワー。ありがとうございます、田辺っちさん。嬉しい、出会ったね、これは。ありがとう、すごい、出会っちゃった織姫と彦星。ありがとう、嬉しいな。なんかさ、前こういうお菓子なかったっけ、こういうやつ。あれだ、あ、なんかチョコレートのあれ、ちょっと違ったかも。たなべっちさん、ありがとうね、いつも本当にタワーを立ててくれてありがとうございます。7月7日だね、今日は。そうなの、今日雨、そう、今日雨だったわ。今日たな、まあ、あんま雨だったね今日。朝方は晴れてはいたけど、でもだんだん雨降ってきて、今降ってるかどうかは分かんないけど、だから今日出会えなく、あ、そうだよね、七夕ってさ、雨降ってたら出会えないよね確か。ありがとうございます、たなべっちさん、嬉しい、ありがとう。こんな大きなタワー
ありがとうございます。え、これもしかしてさ、後ろの背景も七夕なってる？これありがとね、嬉しいです。はりっくんお初ですね、初めまして、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。うん、こんばんは、初めまして。あわまつさん、初めまして。うん、え、あのさ、そうなの、また各所で大雨、もうさ、どっちなのどっちなの、昨日だっけ、一昨日は結構晴れてたじゃないですか。で、なんか愛子ちゃんとかもと、そのもう多分あの晴れだよねっていう話を、もう雨降らないよねって言ってたのに、梅雨今、梅雨終わった、どっち、もう何なの何なの、本当にもうやめてほしいね、雨、もう雨のピアニストですよ本当に。ルル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 ル
雨のピアニストじゃん。このさ、暑い気温の時期に雨降るのが一番大変じゃんね。ドゥルル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 。たっちゃんはじめまして。めっちゃ暑いよね。いや、めっちゃ暑い、本当に暑い。まだまだ梅雨なの？あ、そうなの？え？知らなかった。梅雨明けてないんですか、今。まだ。7月って夏じゃないの？その梅雨情報を全然知らないんですけど、私。こんばんは。今朝のメールの写真可愛かった。今朝のメールの写真何送った？あれだ、あのめっちゃ口開いてるやつでしょ。エアコン入れてるよ。もう全然入れてる。開けたの沖縄だけ。あ、そうなんだ。7月って雨多かったっけ？私もう7月からすごい夏のイメージがあって。そっか。まだじゃあ梅雨っちゃ梅雨なんですね、今。だったらまあしょうがないか、雨降るのも。まあしょうがないって思える。なんかこの最近雨降ったりさしててさ、え、夏じゃないの？どういうことって思ってたから、梅雨終わったんじゃないのって思ってたんで。まああれかな、いいかな。じゃあこんばんは。そうだね、口開いてるやつ。もうね、あれなんですよね、今日からそのあれ、生写真がね、また7月のやつの猫のやつまたはね販売されたんですけど、あの私その時ね、あのオフショット実は撮れてなくてっていうのも、あの理由がありまして。そう、あの何だったっけな、今回のその猫と、あと前回のウェディングドレスと、あともう一着何だったっけな、
あともう1着来たんですけど、その3着がその一緒の日に撮影があったんだけど、そう、そう、その日ね、そのスマホをなくしてしまいまして自分の、そうで、その日は全くオフショットを自分のスマホでなんで撮ってないです、撮ってなくて、そうなんですよ。だからね、ちょっと次回からはどうだろう、ちょっと忘れた、もう一着がもう、ウェディングドレスの前って何だったっけ、衣装、8月もう一着なんかあったんですけど、その3ヶ月はちょっとオフショットが撮れてなくて、まあ結局どこにあったかというとね、そのスマホが、あ、新制服か、 C、 あ、違う、新制服4月じゃなかったでしたっけ、あれ、ちょっと忘れちゃったけど、そう、3ヶ月は撮れてなくって、そう、結局どこにあったかっていうと、あ、本当にね、いろんなとこ探したの、あの衣装さんとかにも探してもらって、いろんなとこ探して、あの書き物のところとか全部探して、どこにもなくって、私が置いてたであろうところにね、その衣装さんも、あれ、さっきここに携帯置いてたよねって言って、私も絶対ここに置いてたって思ってたところに なくなってて、で、えってなって、あれ、絶対ここに置いてたと思うんだけどなってなって、そうで、結局まあどこにあったかっていうと、これは見つからんわって思ったけどあのウェディングドレス、あの結構 ガチのウェディングドレスだったじゃないですか、その6月だったかな、前回の生写真、あのガチの本当にウェディングドレスめっちゃあったの、めっちゃその大きいラックにめっちゃそのウェディングドレスがかかってて、そのウェディングドレスのあの何裾っていうのかな、このスカートの下のそのすごい広がってるから、めっちゃブワーってなってるんです、そのスカートのその裾がね、もうブワーってなってるから、そう、なんとそのたくさんウェディングドレスがかかってるその下にめっちゃ埋もれ紛れ込んでて、裾がその広すぎて、あの埋まってたんですよね、その下に埋もれてたんですよね、ウェディングドレスの下に。そう、だからずっと見つ、そりゃ見つからないよねっていう、さすがに。それをその後ね、あの衣装さんがありましたよって見つけてくれてそんな下に入り込んでたのかっていう、なんでそこにあったのかちょっと分かんないけど、そう、もうそれがね、あのもう本当に帰る時にもう全部終わって、帰る時に探してたから、見つかったから、そうなんです。だからちょっとすいませんいやでもそうだね、あれだって新衣装だったわ、その時確か。だからとりあえずもうその3ヶ月分の公開は終わったかな。こないだあったんです、また生写真撮影が。その時は携帯なくしてないから、あの自分で自撮りしたりとかして、まあこういうこともありますよね。なんで、あのまあそういう方はね、あのダンダム生写真ぜひゲットしてください
ばんは。見つかってよかった。いや本当に見つかってよかった。もう本当にないと思って、もしかして誰か持って帰ったんじゃないかなってちょっと思っちゃったから、あってよかったです。こんばんは。そうしょうがないねん、しょうがないねん。そう、なんか気になるっていう方はね、ランダム生写真をゲットしてください。7月が白猫、6月がウェディング、5月が新制服。あ、そうそうそう、じゃあ5、6、7月分のオフショットがなかったっていうことだね。こんばんは。皆さんこんばんは。この長さではまだ撮ってないね、全然。あの今月末にツアーがね、初日あるんですけど、なんか意外と伸びるの早そうだなって思ってて、ちょっとそれまでに整えに行くかもしれないかよ。なんか結構ね、今この長さキープしたくて、日曜日に来たんですけど、そうなんかもうなんか若干伸びたって思うぐらいだから、ツアーまでにちょっと行きたいなって思ってはいます。そうなんかね、伸びが早い気がする。私は髪の毛、ね、ツアーあるからさ、あるからさ。こんばんは。パッ。なんかね、ちょっとね、ある曲の歌詞をね、あのちょっとずっと考えてたんですよ。ある曲のそのまああのツアーでやる曲なんですけど、ある曲の歌詞をね考えてたのずっと。そうだけど難しくて、その理解するのがこれどういうことなんだろうってずっと思ってて、そうあの聞きたいけど、皆さんに聞きたいけど聞けないからすごくもどかしい今。自分なりにあちょっとこういうことかなってなんとなくの解釈はしてるんですけど、そうでもねこうずっとこう最後まで見たらえあれってなったりするんですよ。えこれ違うのかなっていう、なんかちょっと結構そう難しくて今考えたりしてますね。あーそうだよ、メールに歌ってほしい曲書きました。なんか私に歌ってほしい、いやこれはねなんか何かでその歌うとかじゃなくて、普通に単純にアイドルの曲に限らず、なんか私に歌ってほしい曲とかあるかなって思って
聞いたんですけど、あでもね、返信してくれた方の曲とか調べたりした。最近いろんな結構曲聴くんですけど、そうなんか自分のそう歌声的にどういう感じの曲が合うかなとか。そう私ね本当に最近ですよ、最近ようやくTikTok のアプリをね入れましたね。そうすごくね今頃って思うかもしれないんですけど、はい、ようやくTikTok をね見てやばいねあれあれもう面白い。 TikTok ずっと見ちゃうあれ。いやなんでさ今までさ TikTok さずっとさ見てなかったんやろうって思ってる本当に。そう確かに TikTok は気づいたらすごい時間経ってるね。そうそれでいやもうちょっとね面白いです面白いです。アイコンが可愛い。あなたのアイコンが可愛いです。ひよこ。ちかっぱさえ大阪に来てくれるんですか。そうなんですよ。そうなんですよ。大阪行きます。8月なんですけど、まだねチケットがまだ販売されてないみたいなので、そうだからまだチケット販売開始されたらまた。告知しようかなって思ってるんですけど、一応ね出演させていただきますっていうことだけチラッとツイートしました。大阪行くのは初めてかな。あれでライブで大阪っていうのは、ね、兵庫とか神戸とか、あれ神戸って大阪じゃないよね。神戸は兵庫だよね。神戸とかはあったけど、大阪ってあったかな。初めてかもしれん。もしかしたら。こんばんは。行ったことはあるけど、そのお話し会とかでね。でもそうフェスっていうかライブとかあんまないよね。あそうだよね。じゃあ結構レアかもしれないです。盆休み、あちょうどその時か。うわーそっか、結構貴重なお休みの期間なんですね。その日のお盆休みとかちょっとわからん。いつお盆休みっていつからいつまでですか。ミニチカッパ、ミニチカッパ、花カッパみたいな
人による。なるほどね、人にもよるけど、だいたい13、14、15。なるほどね。じゃあ皆さんの貴重なお盆休みの期間っていうことなんで、ちょっと一般的にはそんぐらいなのか。いやちょっとでもね、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいなと思います。大阪本当ね、行く機会っていうはフェス私はあんまりないからすごく楽しみです。しかも全員ね2期生っていう6人でね盛り上げたいと思いますので、またチケットはあの発売されたらねまた告知したいと思うんで、応援グッズ持ってきてください。よろしくお願いします。私この間ねあのねそうあのねこの間の公演の時に、そうこの間の公演ね、あのそうあのすごいね嬉しかったんですけど、めっちゃねあのうちわとか見えたしペンライトとかも見えたし、すごい嬉しくて、そうイエーイって思って、結構アイコンあのファンの方と結構アイコンタクトもできたりとかして、そうすごい楽しかったんです。すごい嬉しかったし楽しくて、そう楽しい楽しいって思ってたんですけど、あのそう私ね、あ私のタオルかけてくれてるって思って、結構ちょっと後ろの方だったんですけど見えて、あの私のあやの彩りのあやってここにタオル肩から下げてる方で、あやってここに書いて、あ私のタオルかけてくれてると思って、あのちょっと後ろの方にいたんですけどちょっと手振ってたんですね、その曲中とかもあの手振ったりとかして、あのなかなかその合わなくて目が、そうあれ気づいてないなさそうだなと思って、まあでもね気づかなかったりする、別に他の人見てたりとかしてさ、あれ気づいてないかもしれないと思って、でそうでお見送りの時にその方が来たの、あの目の前に、でそうであーってあーって手振ったんだけど、なんかどうやらあれ私のファンの方じゃないのかなっていう感じだったのね、その、 あの表情が表情っていうか、そうよく見たら、あそうあの吉田沙羅ちゃんのあの沙羅沙の彩りの感じでしたね、そのタオル初めて私間違えた、あのまあ同じ感じっていうのはねしてたけど初めて間違えたねそう気まずって思った、ちょっとこっちが一方的にあの私の自分のファンの方だと思い込んでたっていう、これは気まずい気まずいって思いましたけど、まあでもねあのそうあの全然多分もしかしたらあの気づいたのかな、気づいたかな、まあ、あの相手のファンの方あれもしかしてこタオル間違えて間違われてるって思われたかもしれないけど、まあでもそんなこともありますよね、うん、だって同じ感じだからそんなこともあります、
そんな気がした。そうだから私は学んだんだよ、そうやっぱあやだけ見るのはダメだなって思ったね。ちゃんとこのあやかまで見ないと。でもねその時はね見えなかったんだよね、なんかあやしか見えなくって、それでもうあこれはって私は思っちゃったんだよね。まあ、これも経験のね一つとして。こんばんは。パンの内側が分かりやすい。いやそんなこともないですよ別に。でもやっぱりうちわは嬉しいなって思う。めちゃめちゃその同じ毎回同じうちわの方もいるんですけど、もう覚えてるからすごい見つけやすいし、そうそれもすごく嬉しいですし、新しいうちわとかも作ってくれるのもすごい嬉しいですね。作るの大変じゃん、じゃってね。だから嬉しいですめちゃめちゃ、もう嬉しいってなる。こんばんは。嬉しいだけってなりますよ。手作りは愛情困ってるね。うん。いや本当にそう思う。めちゃめちゃ。こんばんは。内輪に食パン貼り付けてる人いませんか。食パン貼り付けてる人。食パン貼り付けてる人はいないかもしれない。でもなんか本物の食パン持ってきてる方とかいたね。こんばんは。髪の毛短くなってる。今日もかわいいね、ありがとう。そうなんですよ。そうなんですね。こんばんは。こんばんは。先週博多行ってもいいな。待って、私さ、福岡行きたいんだよ。福岡行きたい。子がいだよ。博多駅行ってきたよ。いいねいいね。
こんばんは。いいねいいね。一回ね、そう博多駅で一回ねねちゃんとご飯食べたことあるんですよ。めっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったな。あのお仕事のね帰りに、去年の夏かな確か。福岡ってどんなところ。福岡、福岡はどんなところ、どんなところ。こんばんは。どんなところって言われたらどんなところだろう。なんかおしゃれ、おしゃれなところ。そう、都会。美女の多い町。いや、それは間違いない。あの本当に多いと思う。なんかおしゃれなところっていうか、やっぱあの結構本当に都会だなって思うかな。あの天神博多あたり、天神と博多ってめっちゃ近いじゃん。でそのあたりとか、は結構都会で、そう、まあそうですね。私は福岡で育っ、まあ大体福岡で育ったから、そうだな。福岡タワーかっこいい。あ、かっこいいよね福岡タワー。なんかね、福岡タワーとか、あのマークイズ、あの HKT さんの劇場があるあの桃地エリア、その福岡タワーとかその周辺はちょっとね、ちょっと高級なイメージかな。ちょっと落ち着いたところっていうイメージです。都会だけどちょっと落ち着いてるみたいな。そうで、ちょっと行ったら、そう、まあその辺その辺、ちょっとその西陣とかそっち側に行くと、どんどん天神の方に近づいていって、ちょっと結構都会になっていくようなイメージなんですけど、でも結構中学生の頃とかはそう、仲いい友達がいて、そう、遊びにね天神の方とか、AKB ショップあったんですよ天神に。で一緒にその仲いい友達と行ったりとかして、やっぱね、そう都会に出るとねすごいね楽しい楽しい。エキゾチックな美女。確かに、わかるわかる。AKB ショップ結構行ってたんですよ。こんばんは。そうだね、そうそんな感じかな。ご飯も美味しいかも。ご飯も美味しいと思う。何でも結構美味しいし、すごいお店がたくさんあるよね福岡って。
平尾の天ぷら私食べたことないんだよね。平尾の天ぷら美味しいって聞いたことはめっちゃあるけど行ったことはなくて、福岡空港のアクセスが日本一。私ね分かんないんだよね。でもめちゃめちゃ近いよね道路と。あの空港自体そんな他の県の空港があんまり分かんないけど、こんばんは。でもめちゃめちゃあの車その辺近く車通ったら車の真上を飛行機が通るっていう、めっちゃあれすごいよね。タイミングいいとさ車の上を飛行機が真上を通るんです。ポワーって言って、こんばんは。うん、え、博多駅から2駅って福岡空港。あ、そっか、確かに。テキサスのロンスター、こんばんは、はじめまして。福岡びっくりした。あーやっぱそうなんだ、いいよね。いや結構福岡いいよね、いいよねしか言ってない。いやでもいいよね本当に。行きたいなーって思ってたんですところなんです。てか私長崎行きたい、パセリの地元。ハウステンボス行きたい。あとあの熊本とか大分もいいよね。うん、なんかね、あの自然なところに行きたい、自然なところに行きたい。福岡も福岡でいいんですけど、ちょっとそういう自然が多いところとかも通りもんってうまい。だって通りもんはね美味しかったイメージあるよ。なんかあんまり食べたことはないけど、なんかお母さんのお友達で、あのめちゃめちゃ通りもんファンの人がいるって言ってた。あの福岡市じゃないけど通りもんファンの友達がいるんですよ。だから通りもんファンがいるぐらいだから多分すごい美味しいと思う。あ、阿蘇山行ったことあるんですよ。あの阿蘇、あ、これね結構前だけど行ったの覚えてるもん。阿蘇山、え、すごかった。なんかめっちゃ緑だった。めっちゃ緑で、あのもう山に囲まれてた。すごい。めちゃめちゃ山に囲まれてたんです。すごかった本当に。あの車走るじゃん、で周りがもうすごい大きい山で囲まれてるっていうあのイメージ、周りが緑なの全部。すごかった。
ばんは。あれはすごい覚えてますね。そういうところとかもいいよね。あとあの鹿児島も行ってみたいな。あ、宮崎も行ってみたいし、あ、沖縄も行きたいな。九州、あ、佐賀も行きたい。いや佐賀もね行ったことあるんですよ。あのけっこれも結構前なんだけど、あのねバルーンフェスティバルっていうのがあって、そうで、あ、大分も、大分もやったよ。大分も、九州、九州ツアーしたい。なんか鹿児島行ったことない。いいね。いや沖縄も行ってみたいな。なんか行ってみたいとこいっぱいあるけど。かわいい、嬉しい。行ってみたいとこいっぱいあるんだけど、鳥栖、あ、鳥栖行ったことありますよ。アウトレットあるよね確か。京都に行くとか言ってなかった。京都に行く、京都はでも行きました。6月あの時ライブのあれで、まあ全然京都に行ったっていう、その何かしたわけじゃないけど、でもあの京都の街並みってめちゃめちゃいいよね。なんか落ち着く感じの感じがめっちゃいいなーって思うな。江ノ島、江ノ島行ってないよ。行ったのって、いや行ってない。江ノ島はちょ、どこだろう江ノ島って。でも関東だよね。あ、そう、なんか海系、海系もすごくいいよね。江ノ島、湘南、あれ湘南って、あれ湘南って私あれだよ、湘南って言ってたよ。あのヤンマがウェブの撮影の海、あれ湘南って言ってた。湘南って江ノ島、あ、なんかね言ってた。江ノ島なんて言ってたっけ。なんかね、あ、違う、鎌倉、湘南となんか、かも、なんか違うっていう、なんかね、そうし、ほぼ江ノ島、あ、そう、なんかね、まあでも湘南っていうのか、その全体を、あ、あれじゃあ江ノ島だった可能性もあるってこと。あの全部をその湘南って言うってことは江ノ島か、あ、そうなの。じゃあ江ノ島か鎌倉だった可能性もあるんだ。あれ神奈川県だった、あれどこなんだろうって思ってた。あの何県なんだろうなって思ってたんですけど、あれ神奈川県だったんだね。うーん、でもね海すごかったですよ。あのエモい感じだった、うん、あのねちょうど帰る時がすごい、もう夕焼けがめちゃベストショット、もう夕焼けと
ちょうど海が夕焼けに照らされてる、あのすごいエモい感じになってて、それをあの移動の車の中で見てたんですけど、あの砂浜にいるあの人があの影になってて、めっちゃそれもすごいエモい感じだった。あれ江ノ島だったのかな、あれ。海ではしゃがなかった。はしゃいでないよ。だって私たちが撮影してる時めちゃめちゃ風やばかったもんもうね、あのはしゃぐとかそういうあのレベルじゃなくて、あの風強すぎてもう呼吸しづらいってぐらい風吹いてたからワンコドウさんこんばんは。はじめまして。サザン聞くと湘南行きたくなる。へー、いいね、いいですね。このなんか私ね、この夏全然話変わるんですけど、あの遊園地行きたくて、あの夏ってさ、暑いじゃん多分。夏に遊園地行くのって結構暑いから大変そうだなって思うけど、その分さ、なんか楽しそうだなって思って、あのあんまその暑くない日を狙っていたら、遊園地行きたい、遊園地行きたい、USJ 行きたい。こんばんは。 USJ 行きたいな。お化け屋敷ね。お化け屋敷は無理無理こんばんは。まあでも私、そう、でもまあなんとなくこう漠然とした、あーなんか遊園地行きたいなって思ってるぐらいです。うん、こんばんは。あとは一人で旅に行きたい一人旅行一人旅行も行きたい。うん、これはもうずっと行ってますけど、え、すごいすごい、スマホが熱い。これはずっと言ってるんですけど、一人旅、大丈夫大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、あの新幹線とかさえ取れたら。新幹線の取り方わかんないけどどうやってチケット買うか。うん、あの私ね、新幹線のチケットね、あのそう博多福岡間しか買ったことないんですよ。あ、博多福岡間じゃなかった博多広島、そうしか買ったことなくて、あのそれ以外、あの空の買い方は分かるのね。あのそう、博多から広島、広島から博多の買い方しか分かんない。あのそれはもう手順が一緒だからもう覚えた。もうこれはもうね、あのそう、もういけるぜって感じで、あのいつも買うんだけど、そう、あの全然もう
これはね、もうあの自動で買えるやつあるじゃん、あの緑のやつかな、その自分であれで、あれ自分で買えるんですよ。結構あれどうやって感じなんだけどそうでもね、博多から広島なのいつもそれ。そうもうだから覚えてるから買える、それは当然なんですけどね。だからそれ以外は分かんない。だからそこをクリアできたらもうあとは乗るだけでしょ。そうついてから多分どうにかなるんで。まあでもその新幹線のその知識とかがないから、そのどの時期が混んでるとか、この時間帯は人が多いとか、この時間帯自由席行けるとか、そういうなんか知識がないんですよ。この新幹線のこのなんて言うんだろう、そのメーカーっていうか、その機種っていう、なんて言うんですかね、その種類、新幹線の種類、この新幹線の種類は人が多いとか、そういう知識がないので、そうあの自由席で買っちゃってあの座れないっていうパターンとかあったりしたらちょっときついなっていう。まあ全然ね短かったらいいんですけどね、その時間が。でも私一回ね、あの新幹線立ったことあるよ、座らずに、座れなくて、あの広島から福岡に帰る時だったかな、ずっと立ってたでも結構きついね、やっぱ立つのは。こんばんは。小玉だいたい空いてるの？え、そうなの？あれ？え、なんで？それ結構あのいい情報だね。小玉は空いてる。うん。新横浜名古屋で立ったのは辛かった。新横浜名古屋結構遠くない？それえ、そうあのこないださ大阪行った時、え新幹線こんなに近いんだってめっちゃ思ったんだよね。えこんな近かったっけって大阪までびっくりした。本当にもっとかかると思ってたんですけど1時間半ぐらいついて、ユミニさんも言ってた、それめっちゃ近くないっていう。えびっくりしたの本当に。えもっとなんか2時間半とかかかるイメージだったから、あっという間に着いちゃって大阪に。もう大阪って思ったもん。間もなく新大阪みたいな言うじゃん新大阪だけ。お出口は右側です、プリンスかなとかなとかって言うじゃんあれで「えぇ！」ってもう着いたって思った。こだまがいい、わかりました。じゃあもし一人旅行をする際にはこだまに乗ろうと思います。こだま、こだまに乗りたいと思います。こんばんは。
そうする。てか今日はちょっとオレンジのリップをつけてみたんですけど、なんかあれだね、やっぱこの間の方がいいかな。ちょっと買ってみたんですよ、気になったから。この間のまあでも普通になんか配信の時とかはいいかもしれないけど、多分あれ公演とかそういう時は多分あんまり良くない気がするな。こんばんは。ではでは、皆さん今週も1週間お疲れ様でした。ということで終わりたいと思います。13位、さよっちょさん、ありがとうございます。12位、エレメンツさん、ありがとうございます。11位、ラブリー48さん、ありがとうございます。10位、ドグラスさん、ありがとうございます。9位、ちくわドーナツさん、ありがとうございます。8位、田辺さん、ありがとうございます。7位、お金持ち先生、ありがとうございます。6位、マツくんさん、ありがとうございます。5位、ギルスさん、ありがとうございます。4位、ヤスベイさん、ありがとうございます。3位、マケマキさん、ありがとうございます。2位、炎上さん、ありがとうございます。1位、田辺っちさんです。ありがとうございます。イエーイ、田辺タタワーもありがとね。こんなに豪華な七夕のね、おタワーをありがとうございました。皆さん何か今宵お願い事をして寝ましょうね。じゃあバイバーイ、また明日。